ニュースマグビです。美人すぎる騎手として日本競馬界の話題をさらっているフランス人ジョッキーミカエル・ミシェルさんが東京駅にほど近い高級ホテルのラウンジのテラス席で目撃されました。ミカエルさんは端正な顔立ちの長身男性を連れて現れ、ミシェル氏が彼に膝枕をしてもらったり、人目を気にすることなく何回もキスしたりと周囲が恥ずかしくなるほどの熱々ぶりだったそう。お相手はフィアンセで元騎手のフレデリック・スパニュ氏。フレデリックさんは現在ミカエルさんのエージェントを務めています。ニュースマグビ